栃木県が都道府県魅力度ランキング2020のワースト1位になったわ。霊夢、そんな零細企業の発表したランキングを当てにしてはいけないんだぜ。わかってるわ。そもそも、どこの馬の骨かもわからない零細企業に、最下位です。最も魅力がありません、なんて言われたくないわよねー。そもそも魅力って何なのよ。ロマサガかよって感じよねー。餃子やイチゴが有名なのはもちろん、足尾銅山や中禅寺湖など、有名な観光施設も盛りだくさんなんだぜ。あとはなんといっても、日光よね。徳川家康のファンならまず魅力度ワーストにしないはずだわ。こんなランキング発表して、家康のたたりは大丈夫なのかしら。というわけで、今回は、その栃木県にある世界遺産、日光の社寺、を紹介するんだぜ。日光の社寺ってことは、日光東照宮だけではなく、その地域にある他の物件も合わせての登録になったってことよね。そうなんだぜ。まずは簡単に登録経緯の説明を。1992年10月に、日光の社寺、他9カ所が世界文化遺産の暫定リスト入りし、その7年後。1999年12月2日に、モロッコ、マラケッシュ市で行われた第23回世界遺産委員会で登録が決定したんだ。暫定リスト入りしてから登録までの7年間で、京都、奈良、厳島神社などが先に登録されたのよね。正直、これらは強すぎるライバルだから先を越されるのも仕方ないわね。もちろん、日光も最初に暫定リスト入りしている時点で価値格の超強力物件よ。次に概要説明。日光の社寺は、栃木県日光市にある寺社から構成された世界遺産であり、日光東照宮、正式名称は東照宮らしいけど、他の地域の東照宮と区別をつけるために日光東照宮と呼ぶんだぜ。日光二良山神社、日光三輪王寺という二社一寺を指すんだぜ。日光は、8世紀以来、男体山を中心とする山岳信仰の聖地であり、山麓や中禅寺湖畔にたくさんの社寺が営まれていたのよね。そこに、徳川初代将軍家康の霊廟である東照宮が1616年に造営されて以来、徳川幕府の聖地となったんだ。ただの建物じゃなく、漆塗りや彩色、飾り金具などで華やかに飾られた建物を、総力を挙げて造営していったのよね。一般的には日光東照宮が一番有名でしょうけど、併設している二良山神社と輪王寺も世界遺産なのよね。日光市のホームページによると、これら合わせて103棟、国宝9棟、重要文化財94棟、の、建造物群、と、これらの建造物群を取り巻く、遺跡、文化的景観、が構成要素らしいんだぜ。そこの文章はそのまんまウィキペディアにも転送されているわね。ただ、世界遺産登録において文化的景観が適用されているかどうかは疑問ね。というのも、日光の社寺が世界遺産に登録されたのは1999年なんだけど、同じ域内で、2004年に世界遺産に登録された、紀伊山地の霊場と参詣道が、日本の世界遺産で、文化的景観に初めて選ばれたという記載がされているのよ。きっと紀伊山地と日光で文化的景観の初適用をめぐって激しい議論が、そんなことでマウント取り合うなんて絶対ないから安心するんだぜ。まあこの辺の登録理由なんて曖昧なものよね。登録された後からなら何でも言えるもの。ただ、一応1999年に世界遺産に登録される前年に、日光山内として文化財保護法で、史跡に登録されたんだぜ。日光山内の山林地域は、もともと山岳信仰の聖域とされていたのよね。徳川家康を祀ったきらびやかな建造物としてだけでなく、それが聖域化した自然と調和しているというのは確かに文化的景観と言えるのではないかしら。実際にウプ主も去年に行ったんだけど、すごく山の中で湿気がすごかったんだぜ。よくあんな場所で建造物作れたもんだぜ。徳川家の憧れの場所だったのかしらね。徳川家康公をお祭りする神社といえば、静岡県静岡市の久能山東照宮もあるわよね。遺骸を久能山に葬るように、殿家康の遺言で、一度は久能山に埋葬されたそうなんだ。元和3年、1617年、12月には2代将軍、秀忠によって久能山東照宮の社殿が造営された。ただ、家康の遺言には、日光山への神社造営というものもあったので、日光山の東照宮、現、日光東照宮、もほぼ同時期に造営が行われたんだ。そして、三代将軍、徳川家光が日光社三氏、寛永13年、1636年、の21年新規に向けて寛永の大総体が始められて荘厳な社殿への大規模改築が行われたというわけね。家康の遺体は久能山に埋葬されたままだったのかしら。金鎮崇伝の日記である、本興国史日記、によると、遺体は久能山に納め、昼夜、一周期が過ぎたならば、日光山に小さな堂を建てて勘定し、神として祀ること。そして、八州の鎮守となろう、と残されている、家康が目指した、八州の鎮守、とは、日本全土の平和の守り神でもあり、徳川幕府の安泰と日本の恒久平和を守ろうとしたと伝えられているんだ。死後は日本の中心で平和を守ろうとしたってことね。何よ、家康、いいやつじゃないの。
ただ、小さなお堂どころか、ものすごく豪華絢爛な建物になったけどな。家光はおじい様を尊敬していたそうだから、コンパクトにってことだったけど、せっかくだから豪華に、って感じだったのかしらね。コンパクト五輪、じゃなくてコンパクト東照宮のつもりが、予算も膨れ上がったと。まるで東京オリンピックの会場建設みたいね。いつの世の施政者も、考えることは同じかもしれないんだぜ。当時の江戸幕府の権力を表すエピソードよね。まあ、そのおかげで現在も世界遺産として残っているのかもしれないけど、栃木県の魅力に大きく貢献していると思うわ。話を元に戻して、構成要素の説明を。まずは、3つの建造物構成要素のうちの1つ。日光東照宮。徳川家康公の霊廟として元和3年1617年に創建されて、本殿、石の間及び拝殿、東西東平、東西回廊、神宮、陽明門、正面及び背面から門などの主要な社殿は、寛永13年1636年、三代将軍徳川家光公により造営が行われたものなんだぜ。有名なのは陽明門や、三猿の彫刻がある神宮よね。本殿も、江戸時代を代表する建築様式である、権現造りが有名よ。日本史にも出てくるわね。国宝として登録されているのは、本殿、石の間及び拝殿1棟、正面及び背面から門2棟、東西東平2棟、陽明門1棟、府宮天井板2枚、東西回廊2棟、府前門、など8棟。他に重要文化財として34棟が登録されているんだぜ。すごい。国宝のオンパレードね。ここだけで十分世界遺産に登録できそうなレベルだわ。次、輪王寺。8世紀末に、日光を開山した正道上人の創建による四魂流寺を起源とし、日光山の中心として発展してきた寺院なんだぜ。上応2年1653年に、三代将軍、徳川家光公の霊廟である大龍院が境内に造営されて以来、徳川幕府の尊崇を受けてきたんだ。大龍院霊廟本殿、愛の間、拝殿が国宝に、その他の37棟が重要文化財に指定されているんだぜ。東照宮は、家康、輪王寺は、家光、で覚えるといいわよ。このお二方の霊廟がある施設だけ飛び抜けて豪華なのよね。なんだか二代目秀忠が気の毒になってくるわ。東照宮だけ行ってスルーしそうだけど、輪王寺の大龍院は必見よ。権現造りを間近で見ることができるしね。次、二荒山神社。日光における山岳信仰の中心として古くから崇拝されてきた神社なんだぜ。中世から多数の社殿が造営されてきたけど、江戸時代になると、徳川幕府によって新たに本殿や社殿が造営され、本殿や神教など23棟が重要文化財に指定されているんだぜ。日光山内への入り口神教は、日本三奇教の一つらしいわよ。東照宮周辺に行く途中で必ず目にすることになるわ。そして、今回も世界遺産登録基準のどれに該当したか説明するんだぜ。今回は、1、人類の創造的才能を表す傑作、4、建築様式、6、その他、が該当するんだぜ。その理由は、国指定文化財データベースの記載より抜粋するんだぜ。登録基準1、日光の社寺、は建築上、芸術上の傑出した能力を表すものである。この特質は、山林の中に立つ建造物群の調和的な一体性や、人々の栄意によって管理されてきた自然によって、さらに強められている。登録基準4、日光は、神社仏閣に適用された江戸時代の建築様式の最適な霊廟である。東照宮と大龍院霊廟の2棟の霊廟は、日光における権現造りの形式の完成形であり、広大に決定的な影響を与えた。これらの建築や装飾に関わった技能者、芸術家の創造性及び独創性は抜きんでて優れている。登録基準6、日光の社寺は、その周辺環境とともに、日本で古くから宗教の中心とされてきた場所の顕著な事例である。それは、神道における人間と自然との関わりに関係しており、宗教的なしきたりを通じて山や森を行くし、崇拝の対象とするもので、その慣習は今日においても生き生きと受け継がれている。登録基準の適用の説明については納得できるわね。1の見た目の素晴らしさはもちろん、4の建築様式についても、数少ない江戸時代の権現造りの遺構だし、6の自然と人間の関わりを表すってのも言ってみてすごく納得するわ。こんな大自然の中に、これだけ自然と調和したものを作るってすごいと思うのよね。さすが90年代に登録された世界遺産って感じだわ。昔テレビで見た特集で、世界遺産の現地登録調査の海外の方が、造営当時の建築物の正確な図面が残っていることに驚いていたんだぜ。それをもとに、当時と変わらない姿を修復し、後世に受け継がれていることも評価されたらしいんだ。これだけ高温多湿だと、彫刻の色も落ちるだろうしね。当時のままの色や材料が受け継がれてきたこともすごいわね。ただ、東照宮、下手でググってほしいんだけど、三猿の修理後のお姿が、どういう塗り直ししてんのよってくらいひどかったわ。20年おきに塗り直してるらしいんだけど、三猿の顔がそれぞれ違いすぎるのよね。
その時々の修理を担当した職人によって顔が変わってくるみたいなんだぜ。しかし、1600年代の写真が残ってない以上、正解は闇の中なんだぜ。とまあ、こんな感じで、今回は日光の社寺について解説したんだぜ。東照宮だけじゃなく、ぜひ輪王寺やったらさん神社も観光していってほしいわ。とは言っても、この近辺は宿泊施設が少ないし、あまり遅くならないように注意よ。それではご視聴、ありがとうございました。